折笠氏は日本の氏族の一つ、岩城国田村郡にこの地名があった。折笠氏は道の区国,国田村郡の田村氏一族とも言われ、田村家臣の中に折笠氏が見られる。会津古れ記によると、室町時代の大江十年規日に、新宮氏をルーツに持つ小切れ瀬原右京介継承が会津の折笠山二間の原村間を築き重し、折笠家を起こしたとされる。 家紋は丸に違い高の羽根。折笠家の多くにこの家紋が受け継がれている。明治期の自治体統配合までは、青森県弘前市、岩手県山田町、宮城県、茨城県日立市にも折笠の名を冠した村が多数あった。日出山の神社の社殿や合津これ域でも折笠市の名を見ることができる。現在は、福島県の合図、岩木、郡山、そして、 藍津と淵深い青森を中心に全国に存在する。折笠市には二つの流れがある。確かに、藍津地方と田村郡には折笠生が残っているようだが、もう一つ全く別の流れがある。それは、平野正門の乱の折に、相馬家の肝入りで、現在の北茨城から兵を起こして北上し、福島県南相馬市小高に今日構えた折笠市で、ある。 2011.3、11の東北大震災までの1000年、あまりこの地に見られた。この1000年間の戦と動きについては、岩手県南部に折笠山という地名が50年前までの日本地図には明記されていたことからも推察できる。折笠氏が使えた相馬藩は、伊達との戦で、女川を取られることで、岩手方面とは領地を分断され現在の福島県、相馬地方のみとなった。 あくまでも、先祖からの伝承であるが、折笠氏は、高持王の重帝が、大陸から嫁をもらう際にその従者の中の一人として、大陸から渡ってきたと直接先祖から先祖へ伝え、伝えられて、今日に至るものである。正門の乱の折に正門の娘が逃げて、現在の岩木主四津倉に住み着いたという言い伝えが、あるところから見ても、そう負けに仕えた折笠氏は、 北茨城に現在も地名として残されている折笠町あたりから海沿いに北上したと考えられる。そう負けに仕えた太平洋側の折笠氏と会津地方の折笠氏とは全くルーツが異なるものであり親戚関係もない。桓武天皇。平高持。平吉文。吉屋木。吉蔵。森連。次連。 教練三つ森。新宮市。小木出瀬原市。折笠右京介継承。ありがとうございます。